それでは今日の後半戦いきましょう。今日の後半戦はポアソン分布というのを勉強します。ただ、この先この授業で勉強していくポアソン分布、多項分布、長期化分布というこの3つの、分布、そしてそれとその大元になる2項分布の間の関係だけ説明しておきます。まず、この授業前回そして今回の前半で2項分布というのを勉強しました。これは例えばコインの表裏ですね、コインを投げるように表が出るか裏が出るかという2択の思考を行うときに、それを例えば N 回繰り返す。そしてこの N 回繰り返した2択の思考のうち、例えば表だったら表が出る回数というのはどれぐらいになるのかというのを調べるのが2項分布でした。それを記述する、そういう現象を記述するのが2項分布でした。でそれに対してポアソン分布というのはこれ2項分布の完全に一種なんですね。でただポアソン分布というのはちょっと書きますね。ポアソン分布というのは、例えば表だったら表が出る確率が極めて低くて、かつ思考の回数がものすごく大きい時というのは、こういうちょっと特殊な時を記述するのがポアソン分布です。で、この2つですね。表だったら表が出る確率というのが非常に小さくて、かつ思考回数が非常に大きいという条件を加えることによって、この2項分布の式というのは非常にシンプルになります。で、また物理の世界でこのポアソン分布に従うことというのがいろいろあるので、このポアソン分布というのが重要になるということになるわけです。で、もう一つ、次回勉強するところになるんですが、それが多項分布です。二項分布というのはこっちね、二項分布、大元になった二項分布というのはコインの表が出るか裏が出るかのように二択の選択をする、二択で何かが起こるような現象、それの統計的な振る舞い、確率的な振る舞いを記述するための分布でした。で多項分布っていうのはそれが例えば3択4択とどんどん増えていくときにどうなりますかというのが多項分布です。これがなんで N 択、N って使いたくないね、 M 択と書いておきましょう。で、最後勉強するのが、次回ですね、勉強するのが長期化分布です。で、この長期化分布というのは例えば袋の中に、白と赤、例えば2択ね、こういうふうにボールがいっぱい入っているとします。でこれを取り出します。で、2項分布というのは取り出した後戻してもう一回取り出すというのに対応します。今赤と、赤と白とこの2種類しかないので、結局コインの表裏と一緒で、赤が出るか白が出るかという2択の現象です。でこの2択で起こる思考で、二項分布の場合というのは取り出した後戻すので、1回目の思考も2回目の思考もこの白が出る確率、赤が出る確率というのは変わらないんですよね。でそれに対して長期化分布というのは1回取り出したらそれをもう捨てちゃいます。なので毎回毎回確率が変わっていくんですよ。赤が、例えば赤を最初に取り出しちゃえば赤の数減るので、赤が出る確率というのは次の思考で減ります。でこういうふうに取り出した後戻さないっていう思考を繰り返したときに何が起こるのかっていうのを記述するのが長期化分布です。なんでこの授業では、この後ポアソン分布、多項分布、長期化分布というのを勉強します。そしてその後最後に、分布の王様、正規分布というのを勉強してこの授業のシリーズ終わることになるんですが、まず今日はこの中でもポアソン分布というのを勉強していきたいと思います。ではポアソン分布始めましょう。ポアソン分布、ポアソンディストリビューション、ディストリビューション、ポアソンディストリビューションですね。で、このポアソン分布というのは2項分布から始まります。基本は2項分布です。で、ただこの2項分布に対して2つの条件をつけます。
効果号かな、二項分布を2つの条件で単純化する。これがポアソン分布です。じゃあこの2つの条件一体何なのか、見ていきましょう。さっきももう一回ちょっと頭出して説明しちゃったんですが、まず1つ目、二項分布である方の正規分布、例えばコインだったら表だったら表が出る方の、正規する確率っていうのが、正規分布って言いましたね。二項分布である方、例えば表だったら表が出る方の正規確率、発生する確率がすごく低い時です。書きますね。二項分布である方、一方かな。ある一方の正規確率。正規起こる確率。確率がすごく低い。これは、数式で書くとこうなります。P が1よりもずっと小さいということです。もう一つ条件があります。試行を何度も何度も繰り返すということです。何度も試行を繰り返す。で、これは数式で書くとこういうことです。N が無限大、つまりコインを投げる回数をものすごく増やすと、無限大と近似して問題ないぐらいまで増やしていきますよということです。で、じゃあこの時例えばこの分布ですね、ポアソン分布どういう特徴を持つのかというのをまず、定性的に見ていきたいと思います。ポアソン分布の特徴、定性的な特徴ですね。で、これ例で示していきます。例えば、例として表が出る確率、コインを投げて、そのコインが、まあ、イカサマコインというか、ちょっと考えにくいんですが、ものすごく表が出る確率が低いような特殊なコインだと考えてみましょう。表が出る確率が P イコール50分の1というふうにします。で、これ 0.02 ですね、コインです。で、これを N 非常に大きくするので100回投げるとしましょう。で、ちなみにこの時平均というのは、表が出る数の平均というのはどうなるんでした？これは NP なので100回かける50分の1ということで2回です。いいかな？これが今考えている例です。で、ここで二項分布を考えると、こういうのは二項分布で表せるんでしたよね。二項分布で、この時の X、表が出る数ですね、 X 今書いてませんでした、すいません。表が出る数、回数 X、 これの分布を考えると、これは二項分布に従うので前回勉強したところですね、 CNXPX(1-P)(N-X) となります。これは二項分布そのものです、前回勉強したところで。これに従って実際にこれらの値をここに代入して、どういう分布になるのかというのを見てみましょう。まず100回投げてコインが1回も表が出ない時というのを計算します。で、そうするとこういうことですね。 100C0 の50分の1の0乗かけ50分の1引く、これ1引く P なんで50分の49ですね。1引く50分の1です。なんで50分の49。これの100乗。なんで100回裏が出て1回も表が出ない確率というのは 0.133 です。OK。これ普通のコインだったら、これものすごく小さくなるんですが、今、こうインチキコインで50分の1の確率でしか表が出ないので、割と100回投げて全部裏っていうのは割と大きいんですね。13% です。で、次、
F イコール1の時っていうのは 0.271、7、僕ちょっとこれよく7を変な書き方しちゃうんですが、あの癖なんで、もしこう書いてたら7だと思ってください。 できるだけの直すようにします。 F イコール2、これは 0.273 で F オブ、3回表が出る時 F オブ3ですね、これは 0.182 です。そうするとこれをグラフに書くとどうなるのか、こっちが表が出る回数 x です。でこっちが、f of x 正規分布、あごめん、二項分布ですね。でそうすると、これ実際書いてやると 0.133 から始まってギューッときて、ね、ギューッときてポンポンでストンストンストンと落ちていきます。でポイントになるのはここ、あごめん、もう一個書いておくね。 F イコール4の時も書いておきます。これは 0.092 か。でこれポイントになるのはこいつの特徴、ここです。ここが急に下がると、なんでこういうポアッソン分布の条件、こいつですね、P が小さくて N が大きい時というのは二項分布、やっぱり二項分布なんですが、ギューッと持ち上がったとストーンと急に下がると、ちょっと今派手に書いてみましょう、こういう感じね、ストーンと急に下がるという特徴があります。これがポアッソン分布の特徴です。目で見てわかる特徴、文法、図に書いた時の特徴。じゃあこのポアッソン分布数式で書くとどうなるのか。で数式ではこれもここに書いてありますね、二項分布です。ただこれコンビネーションも入ってるし数式として結構分かりにくいんですよ。でところがこの条件、 P がすごく小さくて、N がすごく大きいという条件を入れると、この二項分布というのはもっとシンプルな形になります。それがポアッソン分布の形です。ここに書きましょう、ポアッソン分布の、関数、密度関数、これどういう形になるのか、まず答えからいきますね。ポアソン分布の密度関数というのは x 回表が出る時の、確率密度っていうのはこうなります。 x の階乗分の μ の x 乗エクスポーネンシャルマイナス μ です。これね、これ覚えておいてください、これ重要です。これがポアソン分布の分布の形です。で、これね、ここ二項分布、こいつがこうなるわけです。 OK、 なんでこれ例えば NCX ってコンビネーションがあって PX があって 1-P、N-X っていうのがあって結構複雑な形してるんですが、これここの NX の階乗っていうのが分母にあるところで、なんかこの辺りの面影が残ってるんですが、だいぶシンプルになってますよね。でただもう一個ここね、μ、平均っていうのをパラメータとして使ってます。でこれは、NP でしたよね。なんでこういう置き換えもやってます。ただ、そういうことをやったっていうのを考慮に入れてもやっぱり非常に式としてはシンプルになります。これがポアソン分布です。じゃあこのポアソン分布、実際にこういう式になりますよというのを導出してみましょう。の導出、いいかな。まず、1個目、ここも重要です。いきなり結論です。これがポアソン分布の、確率密度の式です。これきちんと把握しておいてください。ものすごく重要な式です。でその上で、なんでこの二項分布というところから、二項分布からスタートしてポアソン分布にたどり着くのかというのを今から見ていきたいと思います。それが導出です。じゃあ行きましょう。まずスタート地点、どこからスタートするのか、もちろん二項分布です。今二項分布の、二項分布を、二項分布に特殊な条件を加えることによってポアソン分布になりますよと、ポアソン分布で表現できますよという話をしているので、スタートはやっぱり二項分布です。これは、さっき書いたのの書き直しになりますが、ここにもう一回書いておきますね。 f of x イコール nc x の p の x 乗で 1-p、 つまりこれ裏が出る確率ですね。これの、裏が出る回数なんで n-x です。これが二項分布でした。でここで n が無限大になる時を考えます。いいかな。
まり思考回数がものすごく無限大と考えていいぐらい大きい時ということです。でさらにこの状態で、変数の置き換えをやります。何を使うかというと μ ね、平均、さっきちょっと説明したよね。こっちの式には μ って出てきてないんですが、このポアソン分布の式にはパラメータとして μ 平均というのが出てきてます。ただこの μ 自体は、ここで書いてある μ イコール np っていうだけなので、2項分布前回勉強したところねでいうだけなので、ここ置き換えて書いていきます。もう一回書くね。 μ イコール np です。っていうことは、これを p イコールの形にすると μ 割る n ですよね。でこれはもう誰でも分かると思います。で、次でこの上でこれを使って二項分布を分解してやります。そうするとこうなります。書き直してやる、こいつね、こいつを今から書き直します。書いとくかな、こうね、書き直します。じゃあどうなるのか、これはまず x の階乗、あ、ごめん、間違った、失礼しました。どこを間違ったかというと、書きなこの矢印間違えました。今二項分布を書き直すので、こいつを書き直す話をしています。なんで、こうかな、こうです。で、こいつね、この式にこれとこれをつけてもう一回書き直していきます。じゃあいきましょう。まず分母、ここね、 ncx、 こいつを分解していきます。 n の階乗分の、これはどうなのかな、 n かける n 引く1かける点点点点点で、最後は n 引くカッコの x 引く1、こうですよね。これがここです。ncx です。コンビネーションの定義通りね、これ第1回で今までの復習と、高校時代までの復習として勉強したところです。で、次こいつね、こいつ p の x 乗で、この p っていうのはこいつだったので、n 分の μ ねだったので、これ n 分の μ を代入してやります。でそうするとここは n 分の μ の x 乗ということになるわけです。で次こいつ、ここの p にもこいつ、ここの p にも n 分の μ を代入してやります。そうするとここはこうなります。括弧の1引くn 分の μ の n 引く x 乗です。でここで、ここで n が無限大になることを考えます。あ、ちょっと待って、それまでに、ここで n が無限大になることを考えます。でそうすると実はここね、あ、ごめん、ごめん、1個飛ばしました、すいません、自分のノートを見間違えました。こいつ、ここからさらに、n を無限大にする前にさらにもう1個、変形します。まず、ここで注目するのが、まずこの分母 n の階乗、これそのまま下ろしてきます。いいのかな、n の階乗で、ここにこいつ μ の x 乗、こいつを連れてきます。 μ の x 乗、ここね、ここに連れてきました。 n の階乗はこっちから連れてきました。で次、ここ注目してください。これ何個ある？ n 引く0から、引く x 分の1なんで、ここからここまでで、実はここで書いちゃうかな、ここからここまでで x 個あります。いいかな。でここ、こいつね、これこの n の数いくつある？ x 乗なんで n 分の1、ここね、こう n 分の1、こいつも x 個あるよね。なんでここ x 個
あって、ここも x 個あるんで、ここも x 個あるんで、これ組み合わせます。なんでこれ一つ一つを n で割っていくわけです。こいつ n で、こいつ n で割って、こいつは n で割って、こいつも n で割るということができます。でそうするとどうなるのか。まず n 割る n はこれ1ですよね。1です。で次 n 引く1割る n は、そうするとここが1になって、ここ n 分の1になるよね。なんでこうなります。1引く n 分の1で、同じように点点点と全部の項を割ってやって、最後ここです。 n でこの項を割ると、ここが1になって、ここ n 分の x 引く1になります。いいかな。n 分の x 引く1 OK で、次、n 分の x 引く1になった後に、あれ？いいのか。あ、いいんですね。ごめん、ちょっと今ノート、自分のノート見てて混乱しました。なんで今ここまでの、ごめん、ここまでのところで、こいつらとこいつらが全部型がつきました。こいつとこいつを組み合わせて、こいつを出してきた。で残ってるのはこいつです。でこれ、ここはここね、こいつを分解します。 n とマイナス x の部分に分解します。そうするとどうなるかというと、1引く n 分の μ の n 乗っていうのと、1引く n 分の μ、 ちょっと待って、汚くなったら書き直すね。n 分の μ、 これのマイナス x 乗と、2つ出てくるわけです。で、ここでちょっとぐちゃぐちゃっとなっちゃいますが、ここで n が無限大になるというのを考えます。そうすると実はちょっとまず1回走ります。後でまたここ戻ります。ここね、1引く n 分の μ の n 乗、ここがエクスポーネンシャルマイナスμ になります。でなんでこうなるのかっていうのは後でまた戻って説明します。でただ今はこうなると、n が無限大になると、この部分というのはエクスポーネンシャルマイナス μ に、前進していくというふうに思ってください。実際そうなります。でこれは後で、ちょっとすぐ後で証明します。でそうするとこの式全体どうなるのか見ていきましょう。そうするとこれ続きね、f of x はどうなるのか。まず、これ n がどんどこどんどこ大きくなるという話をしています。でこの人、こいつね、これ n 入ってないので、彼はもう関係ないわけです。こいつ n 入ってないのでそのまま降りてきます。じゃあ書きましょう。そのまま降りてくると x の階乗分の μ の x で、これちなみに、覚えてる人覚えてると思うんですが、こうね、こいつ今出てきました。で次、ゴニョ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 っといっぱいあるこいつら、こいつら軒並み消えていきます。まずこれ 1×1 なんで消えます。で次ここ、 n 分の1って n が無限大になっていってるので、ここ0になりますよね。 n 分の1が0になります。そうするとここ1引く0なんで、これ1です。なんで消えます。お疲れさんです。でこいつ、こいつも同じです。これ x 引く1ってのは有限の値なのに、この n っていうのは分母が無限大になっていくので、ここ0になります。そうするとここやっぱり1引く0になって消えます。お疲れ様です。でこの真ん中にあるやつ、こいつらももう全部、全部1になっていきます。 OK、 なんで1111111っていうことで全部これ消えちゃいます。で次この人、この人を見てみましょう。これ μ 平均は有限です。 OK、これ後でちょっと、実はこれ有限って本当に言っていいのかどうかって問題があるんですが、これ後で戻ります。実は言っていいんです。でそこで実はもう一個条件が出てくるんですが、説明はしたけどまだ使ってない条件っていうのがあって、ここ出てきます。後で言います。でただここ有限です。でここ無限大になっていきます。そうするとここは0ですよね。また、あ、ごめん、0ですね。なんで1引く0で、これ全体で見るとここ1になります。で1を何乗してもやっぱ1なんで、こいつも消えちゃうんですよ。1になって、これ全体で1になって消えちゃいます。ってことは1111111で全部消えて、残るのはこいつとこいつだけ。
こいつとこいつだけなので、これ書き直すとこうなります。1-n 分の μ の n 乗で、さっき説明した通り、ここっていうのは実はエクスポネンシャルマイナス μ なので、ここね、もう一回書くね、ここね、ここはエクスポネンシャルマイナス μ です。なんでこの式全体をまとめるとイコール x の階乗分の μx かけるエクスポーネンシャルマイナス μ となって、これがポアッソン分布の式ですということです。で、これで、そうか、で1個取り残し、ここね、これが実際にこの部分がエクスポーネンシャルマイナス μ になりますよというのをきちんと示しましょう。よ、示します。よいしょ。やり残した証明。さっき使ったのにやり残してたところです。命題、何を証明したいのか。これは n が無限大に大きくなったときに、1-n 分の μ の n 乗、これがエクスポーネンシャルのマイナス μ になります。これを証明したいわけです。これさっき使ったやつね。これ、1-n 分の μ の n 乗っていうのがエクスポーネンシャルマイナス μ になりますよと。n が、無限大のときっていう話です。で、これ証明するのには公式を使います。これ覚えてるかな、忘れてる人一回ネットでググってみてください。この命題と非常に似た公式があります。 m が無限大になるときに1プラスマイナス m 分の1、これの m 乗っていうのはエクスポーネンシャルプラスマイナス1になりますよっていう公式があります。これ忘れてる人はこの公式、この初めて見ましたって人はググってみてください。ちょっと授業の時間の都合でここをさらに導くところまでいけないので、気になる人はググってきてみてください。で、その上で今この命題、ここ変形していきます。ここで n ダッシュを μ 分の n とすると、でそうするとこの命題の式っていうのはこういうふうになります。 n ダッシュが無限大、今 n が無限大になっていくので n ダッシュも無限大になっていくよね。なんで n ダッシュが無限大になります。でこの時に1引くこの元の命題の式、ここね、こいつ見ていくと1引く n ダッシュ分の1かけ n ダッシュ μ、これ同じ式です。こいつとこいつ、これね。これ同じ式です。で、これ実際計算してやると、これは、リミットの n ダッシュが無限大で、1-n ダッシュ分の1、括弧の n ダッシュ。で、この全体の μ 乗です。で、こうやって見てやると、こいつとこの公式のこいつっていうのは、ここマイナスね、マイナスの場合ってことです。こいつとこいつっていうのは全く同じなので、この式の中の部分というのはエクスポーネンシャルマイナス1になります。ってことはこの式全体はエクスポーネンシャルマイナス1のμ乗なので、これはエクスポーネンシャルマイナス μ乗になりますということです。いいかな。でなので、今我々の計算ではこいつね、こいつがこいつになりますよという、これを使ってこれをエクスポネンシャルマイナス μ にすることでこいつを導出したということです。こいつがこいつってことね。こいつがこいつということです。で導出しましたよということです。で、これでポアソン分布出てきました。でところがこれね、よく考えるとちょっとおかしいんですよ。使ってないように見えることがあります。でポアソン分布、ここまでまとめましょう。ポアソン分布、二項分布をポアソン分布にするには2つの条件が必要でした。
まず何度も思考を繰り返す、つまり N が無限大、これさっきめっちゃ使ったよね、めっちゃ使ったよねってなんかなまりましたが、めっちゃ使いました。ここね、こいつらズバズバズバッと1にして消していくときにも使ったし、こいつを、こいつね、こいつをこいつにするのにも使いました。でところがポアソン分布ってもう一個条件あったよね。それがこの人、最初の条件 P がすごく小さいとき、これ使ってないんじゃないですかって一見思います。実はこれこっそり使ってるんですよ。それが僕がちょっと言いよどんだここです。N が無限大に大きくなっていって μ が有限なので、ここが0になります。なんでこれ全体では 1-0 で1になって、でこの -x 有限って考えれば、ここは、全体で1になって消えますっていう理屈をしました。でここで使ったのはここね、μ が有限ですってことです。でここ μ って見てやると、実は μ イコール n×p なんですよ。でまずここ n 無限大になっていくよね。でところが、μ っていうのは有限です。 n が無限大になっていくのに μ が有限っていう条件、つまりどういうことかっていうと p がものすごく小さくないとダメなんですよ。なんで実はこの項を消すために、1にして消すために、p が非常に小さいというこの条件をこっそり使っていましたということです。いいかな。でちなみにここが有限っていうのもそうだし、ここもそうです。マイナス x っていうのが小さくなるっていうのもそうです。ごめん、変なこと言った、ここはもう忘れてください。ここだけですね。μ が有限でかつ n が無限だから、初めてここは、1-0 になるわけです。でところが普通にやっちゃうと p が大きいと、n が大きくなる以上に μ というのはどんどこ大きくなっていってしまって、ここ 1-0 になかなかならないんですよ。でそれを実現するためには p が十分小さい必要があるということでした。なのでこっそり p が1よりずっと小さいですよという条件は使われていましたということです。でこれね、多分なくてもこれ、1-0 にはなるんですよ。ただその場合は n が相当大きくないとここ1に近づいてくれません。でも p が小さいと、例えばさっきの最初に出した例ね、今無限大と言いましたが、例えばこの最初に出した例だと100回投げるって無限大よりだいぶ小さいんですよ。十分大きいけどだいぶ小さい。こんな条件でもちゃんとポアソン分布で近似できるのは、この p が十分小さいので n イコール100ぐらいでも調子よくここ 1-0 っていう近似が成り立つということだと思います。いいかな。で、じゃあここで、ポアソン分布の導出、これで終わりました。一応もう一回見とくね。大切な式なのでもう一回見ておきましょう。この式です。これがポアソン分布です。でこのポアソン分布を一般的に書き方を見ていきましょう。で、一般的に書き方って、そこがちょっと今イメージ湧かなかったと思います。なので例を出しますね。例えば前回勉強した二項分布で、二項分布っていうのは、あの分布の形っていうのは2つだけのパラメータで決まるんでした。で何だったか覚えてるかな。試行回数、N と、例えばコインの表だったら表が出る確率、試行回数 N と表だったら表が出る確率 P です。これ今二項分布の場合ね。なので、二項分布を一般的にもうこういうふうに書きましょうという決まりで書くときは、こうやって書くっていうのはちょっと前回ちょっとだけ勉強しましたよね。二項分布バイナリビンのn カンマ p で、こいつらは母数パラメーターです。でこのパラメーターっていうのがこの分布、この形をコントロールしてるわけです。でこのそれは独立したパラメーター、母数っていうのは二項分布の場合には2つしかなくて n と p でした。なので bin np で書きましょうということです。じゃあポアソン分布の場合にはどうなのか。でポアソン分布の場合も、あれポアソン分布ってのはあくまでも二項分布の特殊な例なので n と p2 つで本来表現できます。ただこれね、ポアソン分布の式をどこだこいつか見てやると、実はパラメータもっと少ないんですよ。これ x がここにあるよね。
これはパラメータじゃありません。変数です。で、じゃあパラメータ何なのか。μ。一つだけですよね。二項分布の場合には、n と p って二つありました。で、ところが、ポアソン分布の場合には、ごめん、もう一回戻るね。二項分布は n と p 二つあったんですが、ポアソン分布の場合は n が非常に大きくなって、p はすごく小さくなる。この条件を入れるだけで、実は分布のパラメータの数、つまり分布の形を決める自由度っていうのは一個下がって1になります。で、その1っていうのは、この μ っていう一つのパラメータ、平均、ここに集約されていくということになります。なので、ポアソン分布の、ページ変えようかな。ポアソン分布の、一般的な書き方。これは、ポアソン分布の p。大文字の p を使って表して、パラメータ数は1個しかありません。μ です。なんで、この μ が1個決まって、で、これはポアソン分布ですよ、p ですよっていうのが分かってあれば、これでもう完全に、こういうふうに書いてあれば、確率の教科書でこういうふうに書いてあれば、これはポアソン分布で平均が、μ ですと。で、これでもう1位に分布が決まります。で、この1位に決まる分布、どういう形なのかっていうと、もう勉強したよね。もう一回書いて、重要な式なので、もう一回書いておきます。f of x は、x の解乗で μ の x 乗エクスポーネンシャルマイナス μ 乗ということでした。いいかな。で、そうするとポアソン分布 p っていうのは μ だけで決まるわけです。なんでこれじゃあいろんな μ のパターンについて、ちょっと図を書いてみましょう。例えばこいつが確率ですね。 f of xまあ、P でもいいんですが、これつまり、これはつまり P of μ でも、あ、ごめん、よくないわ。F of X ですね。F of X って書かないとダメです、ここは。ここ、例えば 0.1 ぐらいにして、ここ 0.4 にしましょう。で、例えば、μ が 1.0 の時っていうのは、こういう感じになります。これが μ が 1.0 の時。で、μ が、こういう感じかな。これが μ が 2.5 の時です。で、大体まあこういう感じになって、ポアソン分布というのはこの μ が1個だけ決まるとこの形が決まってきますよということが分かるわけです。で、もう今日の授業ポアソン分布のハイライトまで来たんですが、もう一個、じゃあポアソン分布の形、大体こういう僕の下手な絵なんですが、こういう形になるっていうのは分かりましたと。これもっときちんとした図が見てみたい人はググってみてください。ポアソン分布で、見てみれば、多分ウィキペディアなんかにもっと綺麗な図が書いてあると思います。で、ただ僕は下手に書いてしまいましたが、真面目にちゃんとコンピューターとかで書いてもこの μ が決まれば必ず同じ形になりますということです。 μ が同じだったらポアソン分布は必ず同じ形になります。で、その上でもう少し数式的にポアソン分布の特徴、重要なところを見ていきましょう。重要なところを見ていきましょうというのも非常に簡単、ちょっとだけです。ポアソン分布の平均と分散です。これ気になるよね。気になるよね。ならない人は気になってください。分布が出てきたら、その分布の平均と分散がどうなるかっていうのは、やっぱり分布の特徴をつかむ上で非常に重要な量なんで、常に気にするということが重要です。で、じゃあポアソン分布の場合、平均と分散どうなるかというのを考えてみましょう。で、まず μ、これは、二項分布なんで np なんですが、ただ、ポアソン分布の場合 np から決まるわけじゃなくて、 n はもう十分大きいっていうふうに仮定しているので、特定の値をつけません。で、その代わり、μ っていうのはこれですね。実はパラメータそのもの、母数そのものになっています。なので、ポアソン分布、例えばね、例えばこのポアソン分布の平均は何ですかっていう問題が出たとしたら、それは引っ掛け問題です。どんだけ頑張ってこの式を計算しても平均は出てきません。なぜなら与えられてるからです。なんで、このポアソン分布の平均を答えなさいって言われたら、それを求めろって問題じゃなくて、ここμって書いてあるんで、これはμですわっていうのが答えになります。いいかな。なんで、ポアソン分布の平均はμです。ただこれは、計算して出てきたわけじゃなくて、パラメータ、母数として与えられているということです。平均がいくつになるポアソン分布ってことね。書いておきましょう。
平均がμになるポアソン分布ってことですね。これは母数パラメータとして与えられているということです。で、次、じゃあ分散シグマ、分散って書いておきましょう。分散シグマ、これはどうなるのか。これは二項分布から計算します。ポアソン分布っていうのはあくまでも二項分布の特殊形なので、二項分布のシグマから計算してやればいいということになります。じゃあこれどうだった。二項分布の分散は N、試行回数 N かける表だったら表が出る確率 P かける裏が出る確率 Q、 こうでしたよね。で、今 NP、 この人、これは、いや、で、ごめん、今からやりたいこと言います。これがまず二項分布の分散です。で、ただポアソン分布の分散として考えようとすると我々 N とか P は使えないんですよ。 NP っていうのはあくまでも二項分布の分布の形を与えるのに使ったパラメータでした。で、ポアソン分布の場合には同じことなんですが、ポアソン分布の場合には μ で全てを表したいということです。で、これ NP でも間違ってないのよ。ただ、ポアソン分布今 μ を使って全部表そうとしているので、この NP をもう一回 μ で表し直してこの式を整理する必要があります。なので整理してみましょう。まずこの人 NP っていうのは何やった、二項分布の平均は、またなまりました、二項分布の平均はNP です。なんでこれ平均 μ なんですよ。 OK、 μ になります。で、次ここね、あとここねと言いながら違うことか、ここね P、 これじゃあ何なのかっていうと、NP イコール μ なんやから、ここ P は N 分の、あれ、ちょっと待って、 NP イコール μ なんで今変な計算間違えました。P は N 分の μ ですよね。なんでこれ代入します。1-n 分の μ です。OK。で、まず、で、ここで割といけてるように見えるんですが、まだこれ n 残ってるよね。あくまでもポアソン分布の場合、μ だけで表現したいわけです。じゃあこの n どうするのか、大丈夫です。n は無限大になるんやったよね。で、ここで n が無限大とすると、この分散っていうのは、これ書いとくかな。こいつ。こいつが無限大になるってことは、ここは0に収束していくわけです。ってことは、こいつは全体では1になるわけ。ってことは、シグマの2乗分散は μ ですということです。OK。なんで当然、じゃあ標準偏差シグマは何なのかっていうと、ルート μ ですということです。いいかな？なんで、重要なところ線を引いておきましょう。ポアソン分布の平均と分散。で、これは、平均はまず μ です。で、ただこれは求めたわけじゃなくて、ポアソン分布の分布の形を決めるパラメーターとして与えたものです。で、その上で、じゃあ分散はどうなるのかっていうと、分散はこれ。実は、ポアソン分布では、分散と平均は全く同じになります。そしてその分散のスクエアルートが標準偏差なので、標準偏差はスクエアルートの μ になりますよということです。一応ちょっとびっくりするところなので書いておきましょう。こいつ同じだ。分散と平均というのは同じになりますということです。なので、平均がどん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 大きくなっていくと、それにつられてこいつね、こっちで考えようか。標準偏差は、ごめん、今度は噛みました。標準偏差はスクエアルート μ なので、平均が例えば4倍になると、標準偏差、分布の幅というのは2倍になりますよということです。100倍になると10倍になるってことね。で、平均がどん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 大きくなっていくと、やっぱこの分散、標準偏差っていうのも大きくなっていくんですが、その標準、平均のあくまでもスクエアルートなんで、平均が大きくなるのよりはもっとゆっくり分布自体は広がっていくということです。平均がガーッと大きくなっていくと、やっぱ分散も標準偏差も広がっていくんですが、それはもう少しゆっくりしているということです。で、分散で見てやると平均と分散というのは全く同じになりますというのがポアソン分布の特徴です。で、じゃあこのポアソン分布、最後ね、もう今日の最後のところです。例えばどういう現象を理解するのに使うのか。
使えるのかというと、理解する、記述するのに使えるのかというと、原子崩壊です。例えば放射性分子が、原子崩壊、例えば放射性分子が、放射性原子か、ごめん、放射性原子がある時間、例えば1秒にしとこうかな、1秒の間に崩壊する、崩壊して放射線を出すってことね。崩壊するとして、文章変でした。何個の放射性原子が1秒の間に崩壊するか、こういうのを記述するのがポアソン分布です。でこれじゃあどうやって考えるのかっていう と、全体で N 個の原子があります。これ例えば、1g のセシウムみたいなのを考えると、その中に入っている原子の数っていうのが N 個っていうのが無限大として近似できるぐらい大きいっていうのは分かるよね。でかつ、半減期っていうので考えることになるんですが、1個の原子が1秒の間に崩壊する確率っていうのはものすごく小さい。なので、ここから P は1より十分小さいというのが出てきます。なので、N が無限大で P が1よりものすごく小さいという条件が成り立って、この原子崩壊という現象、具体的には何個、何個っていうのはこれ X ね、X 個の放射性原子が例えば1秒の間に崩壊する、何個崩壊するのか、 X 個の放射性、もう一回ね、 X 個の放射性原子が1秒の間に崩壊する、その確率分布っていうのはこの、N が無限大、 P が1より十分小さいというポアソン分布の条件が成り立つので、きれいにポアソン分布で表現できますということです。でこういうふうに物理で出てくるこのタイプの、ね、めったに起こらないけど全体としての数は大きいっていうのが現象を記述するときにはポアソン分布を使うことになります。じゃあ、以上で今日の後半の講義を終わりたいと思います。で次回はこの二項分布をもとにさらに多項分布というのと長期化分布というのを導出してその特徴を見ていきたいと思います。以上です。